マックス・デソワールマックス・デソワールは、ドイツの心理学者、芸術師や、ベルリンで生まれ、保養地系にヒシュタイン・イムタウヌスで没した、超心理学という用語、概念の生みの親である。デソワールは1884年に、新知学協会のドイツロッチに入会した。1889年、新知学雑誌、スフィンクスに掲載された論文の中で彼は、 通常心理学の領域にも病的心理学の領域にも属さない心理学の部分を超心理学と呼ぶことを提案した。デソワールは1889年にベルリンで哲学の博士号を1892年にはビルツブルグで医学の博士号を取得した。そして彼は1897年フンボルト大学ベルリンで心理学の正教授職を得た。 彼の主要的関心は、美学の心理学にあり、体系的な芸術学の新たな基礎づけに取り組んだ。マックスの父は、役者のルートビヒデ・でソワールである。ルートビヒは1899年に、著名な歌手、ズザンネ・トリーペルと結婚した。1906年、ルートビヒは、彼自身も編集に加わった、雑誌、美学と、一般的芸術学を創刊した。 彼は回想録の中で自身について、クォーターユダヤ人と呼んでいる。1933年、ナチス党はデソアールの教授活動を禁止した。ベルリンが爆撃されて家を失った後、彼は妻と共にケーニヒスタインを終わりの住処として選んだ。彼はそこで1947年に自伝、回想機をまとめたが、そこには彼が当面、 バルター・アーメルングの病院で暮らしていると書かれている。ホルスト・イーミアーズ、歴史コンデジャ・ハイミソンズ、ゴールドマン、ミュンヘン1986、ISBN3 から442117089。ありがとうございます。